ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月3日、元二次三次 EN 中里くないこと、サニープロージョンさんと、同じく、元二次三次 EN のヘックスヘイワイヤーこと、キリオシファーさんがツイッチにてライブ配信を行い、マネージャーに、二次三次を辞めることを伝えた時の話をしていたのですが、どうやら、二次三次運営を、強盗、ヘイストと例えていたようです。アーカイブ2時間22分からです。抜けるのには、少し時間がかかるんだよね。すぐにはできないからさ。で、ゆっくりと抜け出す準備をしてたんだけど、ある日、強盗マネージャーから連絡が来たんだ。君が強盗を抜けたいのはわかってるんだけど、ちょうど、同じ日、同じ時間にもう一人抜けたい人がいるから、まとめて発表できるようにしたらどう？で、私は、それってと思ったんだけど。その、もう一人、っていうのが、実は僕のことだったんだ。僕は、強盗から抜ける準備をしてたんだよね。サニーがとても親切で、そう、サニーは、僕より先に辞めるつもりだったんだ。サニーは、数週間前から抜けたいって言ってたし、実際に、僕が、抜けますって意思を伝える前から準備してたんだ。で、サニーが先に行っていいよ、あなたが先に抜けて、それから私は自分のタイミングでやるからって言ってくれてね。もう本当に優しかったんだよ。彼女には感謝してもしきれないくらい。だからマネージャーから、あなたは丸々と一緒に抜けるんだよって言われても、いや僕はそうじゃないって言いたくなった。それに僕の考えとしては、お互いに日の光を浴びる日、レインザさんを持つに値すると思うんだよね。全くその通りだし、それが僕たちの最後のメッセージの一つでもあったと思うけど、改めてそのことに感謝したい。あなたは本当に優しかったし、そうする必要はなかったのに、そうしてくれて本当に感謝してる。それにうまくいったと思うんだよね。タイミング的にもお互いにとって完璧だったし、ということを言っていたようです。卒業日はヘックスさんが8月23日、中里さんが9月21日でした。ええ話やな。っていうか、二次三次側としては卒業はまとめてやりたいんだね。その方が卒業の発表を少なくできるからかな。卒業を発表するのが嫌なら卒業されないように誠意ある運営に心を入れ替えればいいだけですのにね。何から何までずれていますね、この強盗団は。っていうか、この強盗ってのは、何なんや？なんかのスラングか？なんで強盗って言ってるのかはよくわかりませんし、チャット GPT-4 もわからないようでした。ちなみに、火の光を浴びる日、デインザさんは、栄光の時とか、成功の日とか、そういう慣用表現だそうです。別に、二次三次が日の当たらない場所だとか、地下牢獄だとか、地獄だとか、そういうことではなさそうです。ヘイストってのがなんかのスラングだって知ってる人はよかったらコメントで教えてね。二次三次強盗団が貴族になれる日は来るのでしょうか。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。